bienvenue à Paris. この町の小さな古い図書館に旅の記録を綴る一人のマダムがいます。彼女は旅をしながら出会った素敵なフランス語を書き留めているのです。言葉を知ると旅はもっと豊かになる。皆さんもフランス語の旅に出かけてみませんか？ L'invitation au voyage。知れば知るほどパリとカフェの関係は本当に深い。多くの文人たちがパリのカフェを訪れ、そして作品の中に描いてきた。あ、ここにもカフェが出てくる。 Le hasard réunit tout d'un coup dans ce café quelques amis. Tout un paquet d'affectふーん、私も文学やフランス語の世界に浸れるカフェに行ってみたい。今日は有名な文豪が愛したというカフェに向かいます。この通り沿いにあるんだって。今回もパリジャンのドミニクが案内をしてくれる。どう？ここ何？ここは友達とよく行くところ。マッシェムトーゲイヨン。マルシェ、うん、ここは結構歴史があるところ、昔はこのモントオルゲイ通りは、大きな市場があったね。あ、たくさん食べ物屋さんとかね、うんうん、あった。モントルグイユ通りはパリの中心部。1区から2区へと続く賑やかな通りです。近くにはかつてパリジャンの胃袋を支えていた中央市場があったんだって。その名残で今も多くのカフェやグルメな店がひしめき合っています。専門店だ。そう、チーズ好きでしょ。大好き。だからわあ、かわいい。チーズはフォマージュ、ハート型のフォマージュもあるのね。Est-ce que vous avez des fromages un peu particuliers? Oui. Ah, c'est vrai. On va partir sur la truffe. Ah, truffe. La truffe. 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 Ah, すごい。香りってなんて言うの、フランス語。Parfum. Merci. すごい香る。すごいトリュフ。すごいそれ。これはスペシャル。パフパンって香水のことだけじゃないんだ。セブン。美味しい。これすごい美味しい。そう、人多い。いけない。美味しいものがいっぱいでつい寄り道しちゃったけど、カフェに行くんだった。あそこが文豪ゆかりのカフェね。素敵。ほら、ここだよ。ここすごいでしょ。すごい綺麗だね、建物ね。色も素敵だし、装飾も素敵。あれ面白いでしょ。これは何？それは何だと思う？貝だ。そう、ピンポン。カキだよ。カキ。カキね。このレストランはカキで有名だった。へえ、昔。昔ね、そう。Bonjour. 私のことは覚えてくれたかな？フランスの言葉と文化の案内人、トリスタンである。そう、店の名前にもあるカンカルは、
フランスの地名、ブルターニュ地方にある牡蠣の名産地である。創業当時の店はゴリおじいさんなどで知られる19世紀の文豪バルザックも通っており、大層人気だったそうだ。代表作La Comédie Humaine にも何度も出てくるのだよ。店の2階には19世紀当時の壁が残されており、文学作品の世界に浸るのもいいかもしれん。わあ、古いね。うん、いい色だね。すごい。あ、かわいい。牡蠣を食べてる。そういえばパリのカフェって食事も充実してるのよね。私もバルザックの気分でランチを楽しんじゃおう。La cancale. Waouh. Oh, voilà, qui t'a. Et voilà. Merci, merci, merci. Oui, ça. Oh, c'est ça, né. なんか面白いね、形。面白いね。うん、そう。私が頼んだのはお店の名前がついたサラダ。なんだか牡蠣みたいな形の大きなパンが乗っている。そしてこれまた大きなスモークサーモン。ドミニクが食べるのはホタテのポワレ。食べ物の名前もフランス語で知りたいな。サーモンはサーモン？ソモン。ソモン。ソモン。ちょっと似てるけどね。Bon appétit。Merci。セボン、うん、ホタテはフランス語で、あ、フランス語で、うん、サンジャック、あ、難しかった。サンジャック、サジャッキ、サンジャック、サジャック、うん、違う、近い近い近いけどね。おほう、タカコ、発音に苦労しておるようだが、ホタテはサンジャック、サンジャック。カフェのメニューも少しずつ覚えよう。では定番を3つほどご紹介。まずはステーキフリット。文字通りステーキにフライドポテトがついたシンプルなものだが、パリジャンはこれが大好きである。ピリッと胡椒の効いたソースでいただくと、ああ、たまらん。続いては私の好物、ステークタルタール。粗くみじん切りにした生の牛肉を卵黄や玉ねぎなどと混ぜ合わせたもので、さっぱりしていて夏に人気のメニューである。続いてはサラード。といっても大抵肉やチーズも入って大きな器で来るので、ボリュームたっぷり。しかもヘルシーなのでパリジェンヌに人気であるぞ。他にもカフェには美味しいものがあふれておる。諸君もいろいろ試してみたまえ。美味しかった。ありがとう。お感情はなんて言うんだっけ。L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Oui, madame. L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr. Je voudrais payer par carte. Très bien, monsieur. Quand? Je voudrais payer par carte. Card de Hanaitai. Oh, je voudrais payer. Payer. Par. Par. Carte. Carte. Hmm. Card. Card, ne? C'est ça. Carte ou card. Card. C'est ça.Je voudrais payer par carte. Carte, ok. できた。今度やってみる？やってみる。一つずつ、一つずつ。L'addition, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
て便利だね。前に何かつければ簡単にいろいろお願いできる。ラディシオンはお勘定っていう意味。シオンって音が柔らかくてフランス語らしい。ここでちょいとコーヒーブレイク。文人ゆかりのカフェはパリにまだまだあるぞ。まずはこちら、1686年創業でパリに現存する一番古いカフェと言われておる。大きな鏡や大理石を使ったエレガントな内装、それはブルジョワ風のカフェの誕生とされ、知識人の出会いの場となっていく。常連客には詩人ボルテールやルソー、また革命の指導者ダントンなど政治家も多かったという。王政を倒す革命思想も一杯のコーヒーとともに誕生したのかもしれぬな。またパレロワイヤルにあるこちらは、元は1784年創業の華やかなカフェ。座席にはかつての常連客たちの名が残っておるぞ。古くは作家エミール・ゾラからジャン・コクトーまで通っていたそうだ。諸君も歴史に名を残す文人たちに思いを馳せながらカフェ巡りをしてはいかがかな。バルザックにルソー、多くの文人が通ったパリのカフェ。カフェにはフランス文化の歴史そのものが詰まっているんだ。こんな言葉があるらしい。 Le comptoir d'un café est le parlement du peuple. カフェのカウンターは民衆の国民議会である。なるほど、カフェでは政治を動かすほどの議論が飛び交っていたのね。すごい。Oui. パリジャンにとってカフェとは特別な場所であるな。しかし、そんな大事な場所であるのに、コーヒーの味そのものにはあまりこだわらなかった。それがここ数年、状況は一変し、うまいコーヒーが味わえる進化系カフェが続々現れているのだ。その多くはコーヒーの入れ方はもちろん、豆にもこだわる本格派である。そんな進化したカフェにパリジャンたちも夢中になっておるのだ。へえ、そんなカフェ私も行ってみたい。そこでドミニク行きつけの有名店にやってきた。どんなお店なんだろう。すごいでしょ。いい香り。ça sent bon。 ça sent bon。 何？ ça sent bon。 ça sent bon。 いい香りね。ça sent bon。 でしょ。わあ、豆もいっぱいある。ça sent bon。 本当にいい香り。そう、ここは焙煎したてのコーヒーが味わえるカフェ。パリのコーヒー通に大人気みたい。コーヒー豆には特にこだわっていて、なんと70カ国3000種類の味が楽しめる。うん、ありがとう。早速試してみよう。さて、何を注文する？Bienvenue à la cafétéque。Si. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez? Ah, je vous conseille un café du jour. Ah, これのことね。
premier c'est le Cameroun et le deuxième serait le Guatemala. D'accord, Cameroun. Donc en Afrique et en Amérique. こちらはバリスタのルカさん。この道20年の知識でコーヒー豆の特徴を詳しく説明してくれる。Après en Cameroun. Cameroun. Un café doux équilibré mais en note végétale comme des patates douces, c'est vraiment très intéressant, surprenant et assez équilibré entre corps et acidité.カメルーンのコーヒーは初めて。これにしよう。頼むフレーズはもうマスターしたわよ。Tu prends le Cameroun? OK. Moi aussi. 一応何グラムとかね。ルカさんによるとエスプレッソの味は抽出する時間で決まるらしい。プロが入れる味、どんな感じかな？Et voilà, votre Cameroun. Avec l'extraction de 25 secondes, parfait. 25 secondes, ok. 25 secondes. わあ、すごい。すごい。で、vous faites un premier gorgé, vous dégustez, vous faites travailler un peu votre mental avec vos palais. Ça fait voyager, ça vous fait un peu rêver. コーヒーで旅をするか。素敵。私ももう少しコーヒーの旅を続けてみよう。このカフェでやっているコーヒー講座を体験してみます。教えてくださるのはカフェのご主人、グロリアさん。15年ほど前に独自のカフェオロジーなる理論を立ち上げ、コーヒーをフランス流に楽しむコツを伝えようとしているんだって。La caféologie, c'est l'art de la dégustation des cafés fins provenant des terroirs d'appellation. Terroir, wine でよく聞く言葉だったかな。Nous avons mis au point un protocole œnologique des cafés fins. そう、この講座は表を使って豆から粉、抽出されたものまでを細かく分析、コーヒーの味や香りを楽しむ方法を教えてくれるものなのだ。香りの表現だけでも60種類ほど。こんなのもあるぞ。シャンピニオン。Le café absorbe les parfums de la terre. Un café, c'est un cocktail des parfums faits par la terre. Et il est à chaque fois différent. Il peut être fruité, et boissé, épicé, comme le vin, exactement. 今日はこの2種類を比較してみます。では早速体験。小さいね、こっちの方が大きい。豆が。そうだね。こっちの方がザラザラ。変わります。香りを嗅ぎ分けます。Trois fois, on colle son nez à la tasse et on sent longtemps. 三回鼻につける。Ça sent bon. Ça sent bon de chaud.ああ、やっぱり違う。やっぱり違う。やっぱり違う。違うってなんていうの？ C'est différent. C'est différent. C'est différent. Ah, OK. そしていろいろな味わい方を楽しみます。Une cuillère de dégustateur. Donc, on prend du liquide, on l'amène sur la lèvre inférieure, on serre les dents.Mmh. Oh.
落としますね。そうさせて飲む。音をさせながら飲むのは、口の中に空気を入れてコーヒーが鼻に抜ける香りを楽しむため。おお、あ、おお、うん、全然le pain est égal tout ce qui est bon a une rétroolfaction. Il fait appel à notre mémoire involontaire et il nous accompagne. C'est la fin de bouche qui révèle tous les arômes du café.覚えてる。Je me souviens. Reviens décoré. 美味しいものの香りは記憶に残る。本当にそうね。私の記憶にも忘れられないコーヒーの味と香りが新たに刻まれた。これで私のパリのカフェを極める旅は終わり。カフェを通してフランスの歴史から今のパリジャンの生活など知らなかったことをたくさん学ぶことができた。やっぱりカフェって奥が深いね。さあ、次の旅では何をしようかな。では、今日も最後に私と一緒に便利な旅するフランス語をおさらいしよう。まずは最初のカフェでの一言。L'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. L'addition が勘定のこと。L apostrophe はラが省略されたもので。定冠詞と呼ばれておる。発音には注意が必要だ。一続きに、L'addition、L'addition、S'il vous plaît はとても便利である。物を頼むときにも、場所を尋ねるときにも使えるぞ。例えば、La carte, s'il vous plaît。Les toilettes, s'il vous plaît. そしてもう一つ、勘定の時便利なのがこのフレーズ。Je voudrais payer par carte. Je voudrais payer par carte. Je voudrais payer par carte. この Je voudrais の後に名詞ではなく動詞を入れるとしたいことが言える。Payer は払う。Par carte はクレジットカードで。現金で払いたい場合は、En espèces を使い、Je voudrais payer en espèces。Je voudrais payer en espèces。最後は、カフェのかぐわしい香りに酔いしれるこの一言。Ça sent bon. でしょ？ Ça sent bon. Ça はこれ。Sent は匂いがするという動詞。Sentir が活用したもの。Bon はよく。食欲をそそるいい香りがしてきたら、ぜひ行ってみよう。Ça sent bon. さて次回、タカ子はブラブラパリ散歩に出かけるぞ。何やら美味しいものがいっぱいの通りで、グルメなムシューと買い物を楽しむようだ。今日の旅はここまで。それでは皆さん、次回の旅でまたお会いしよう。Bon voyage!